万葉集より、ぬかたの大きみの歌、ホップ編です。音読をしながら歴史的仮名遣いを確認していきます。君待つと、あが恋よれば、我が宿の。すだれ動かし、秋の風吹く。はい。君待つと、あがと読みました、えー。これはですね、和と呼ばれれば、 読まれる場合もあります皆さんのお手元の教科書の方に合わせて読み進めていってくださいねあが歴史的金遣いですこいおれば我が宿のすだれ動かし秋の風吹くさあではここでぬかたの大きみについて少しお話をしましょうこの大きみ 王という字を見て男性だと思われがちなんですが万葉の代表的な女流歌人ですこの歌には恋よれば恋する気持ちでだ,だったり君を待つという言葉もありますね君って誰でしょうねちょっと気になりますよねそしてその人を 思いいながら待っている当時は男性が女性のもとに通う通い婚だったわけなので恋しく思いながら待つというのは女性ならではの気持ちだったかもしれません。ではぬかたののの大きにととっての君とは誰なのかこのことも含めて、えー、次のステップ編で大事,な言葉大事な言葉や文法についてお話しします。 さらに全文訳はジャンプ編へと続いていきますよ。では、ホップ編復習の音読です。君待つと、あが恋おれば我が宿の、すだれ動かし秋の風吹く、万葉集よりぬかたの大きみの歌、ホップ編以上です。